令和の虎の方たちも今までは立派な成功者で威張っていたかもしれませんが、ほんの出来心の違法賭博で今後この先どうなるかはまだまだ分かりませんからね。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は今も昔も絶対になくならない相談内容です。めちゃくちゃ多い質問というわけではないんですが、常に相談はされる内容でございます。20年前に僕が占い師をやり出した頃から、インスタグラム質問コーナーの今でもコンスタントに来続ける相談、それはギャンブルについてです。男をダメにする三大でもよく酒、博打、女と揶揄されるように、いつまで経とうが賭博系質問がやみません。ひとえにギャンブル1ジャンルでも何タイプかの種類がございまして、今日はその代表格の質問、数個コメント読みさせていただいた後で僕の意見や回答を述べさせていただきますので、どうぞ本日も最後までお付き合いください。当チャンネルは YouTube の規約に基づき動画を公開しています。悩み相談は専用質問フォームマカロン、配信はミルダムにて行っています。その他姓名判断や傷公開、 SNS など概要欄をご覧ください。フォロー、応援、ご意見、ご感想お待ちしております。はい、ではまずコメント読みをしていきましょう。先生こんにちは、初めてメッセージを送ります。僕は脱パチンコ、脱パチスローをしたいと考えています。ずっと誰かに相談したかったのですが、先生は動画を見ていますとパチンコ、パチスローにも詳しそうですので、僕の気持ちを分かってもらえると思い相談させていただきました。占い師であろうがカウンセラーであろうが、パチンコをやったことない人間には分からないと思いますので、ケンケン先生に相談しました。やめたくないんですが、やめたいんです。助けてください。はい、この自分がギャンブルから抜けたい系の内容、パチンコや競馬、競艇から仲間内での賭け麻雀など、自分がプレイヤーの人からの相談がこの一つ目です。大体がもう一パターンなんですが、続いてコメント読みをします。付き合おうとしている人の趣味がパチンコです。やめるべきですか？はい、すごい短いメッセージですが、このタイプも多い。パートナーや家族がギャンブル依存症の悩み、身近な人はどうするべきかという内容ですね。大体はこの2パターンです。コメントいただいた方ありがとうございます。それでは今日はギャンブルに絞った内容で話していきます。関係ないと思っている画面の前の皆さんも、友達やパートナー、家族にはギャンブルをされる方がいるかもしれません。最後にはギャンブル依存症のチェックリストを用意しましたので、その方はギャンブル依存症かどうか確かめてくださいね。それでは本日の項目です。項目1、ギャンブル依存症について。項目2、誰でもハマる恐れがある。項目3、令和の虎出演者たちが賭けポーカー。項目4、ギャンブル依存症チェックリストの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、ギャンブル依存症についてです。ギャンブル依存症とは何なのか、まず僕の説明の前に専門家の捉え方を話しましょう。ちょうど消費者庁のサイトに掲載されておりましたので、要点を抜きつつ読ませていただきます。ギャンブル依存症とはギャンブルなどにのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。例えばうつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブルなどを原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもございます。ギャンブル依存症は適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし本人自身が自分は病気ではないなどとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されますとの記事でした。もっと長い文章でしたが、ぐっと縮めてみました。前述しましたが、ギャンブル依存症は突然今までギャンブルをしたことがなかった人でも急に発症する可能性もございます。僕の相談者さんでもギャンブル依存症をバカにしていた人が急になったことがございます。パチスロに詳しい方でしたら、僕の話を聞いたら、ああやっぱりとうなずくでしょうが、その方はミリオンゴッドというパチスロ台にドハマりして依存症になってしまいました。おそらくは日本中で何人もの依存症患者を生み出した伝説の機種でございます。一番初期のミリオンゴッドはミズホから2002年に発売された4号機でして、これにハマったプロ野球選手が球団から禁止令を出されたことでも当時話題となりました。なぜハマる人が多かったかというと、その爆発力でした。1日に数十万円勝つ人もザラにいましたので、皆興奮してコイン貸し出し機に札をぶっ込んでいました。それでは次の項目です。項目に、誰でもハマる恐れがあるです。正直全項目のパチスロだけではなく、ギャンブルや博打というのは誰もがハマってしまう可能性はあるのです。僕がよくギャンブルの話を動画内でしますと、ギャンブルするのは民度の低い人だとか、やっているのはみんな成功者じゃない人間、社会的に成功している金持ちはやらないじゃんとコメントされる方がいてるんですが、とんでもない誤情報です。社会的な成功失敗は関係なく、ニートであろうが大会社社長であろうが、ハマる人はハマるというのが正確な答えです。無論先ほど言ったような意見も少しはわかります。行うギャンブルの種類においても、プレイする人間の特徴が違ってくるのは知っています。
知り合いに一人ギャンブル研究家の方がいてるんですが、人間民度が低かろうが高かろうがギャンブルはするが、プレイする賭博の名目は民度によって変わってくるのは実際にあると言及しておられました。僕も言っていることはまあわかるんです。みんなが労働している平日昼間からパチンコ店に行ったり、競輪場や競艇場でワンカップ大関を手にしながらギャンブルに興じている人間が労働者よりも偉いのかと聞かれると、すぐに即答はできないでしょう。しかし僕の相談者さんのお金持ち社長でも、スーパー経営者でも、東大卒の弁護士さんでも、ギャンブル好きな人はきっちり存在しているんですよね。なのでやっぱり僕はギャンブルというのは趣味の一つですので、ゲームやドラマと同じで誰にでもハマってしまう恐ろしさがあり、きっかけはいつどこで来るのかはわからないと考えています。それでは次の項目です。項目3、令和の虎出演者たちが賭けポーカーです。ちょうどこの動画の台本を書いている途中にぴったりのニュースが舞い込んできましたので驚きました。そして台本を書き換えました。ニュース記事を読ませていただきます。 YouTube で配信されているビジネス系リアリティ番組令和の虎、登録者数40万人の出演者に賭けポーカーをしている疑惑が浮上し、ネット上で大騒ぎとなっているようです。令和の虎出演者の一人であった学習塾武田塾塾長である林直弘氏はその事実を認めて謝罪しました。2001年から2004年までに日本テレビで放送され多くの有名人を輩出した人気テレビ番組マネーの虎、その現代版ともいえる番組が令和の虎でした。マネーの虎同様に虎側には著名社長たちが名を連ねております。そんな人気番組をめぐり浮上した賭けポーカー疑惑、ネット上では名前と勝ち負けの金額を記したとみられる LINE 画像が流出し、20人以上もの名前が列挙されていました。真偽は不明の状態でしたが、学習塾武田塾の塾長で運営会社である株式会社エイバーの社長を務める林直弘氏が15日午前3時頃に自身のツイッターを更新し、賭けポーカーをしていた事実を認めました。今回の騒動についてのお詫びと題されたツイートには、この度世間を騒がしております賭けポーカーに関しては事実です、違法行為をしてしまったこと大変申し訳ございませんでしたと事実を認めて謝罪しました。さらにまた脱税疑惑に関しては自信を持って潔白です、この点に関しては明日税務調査が入ってもきちんと説明できますとし、一部で指摘されていた脱税に関しては完全否定しました。また同番組の出演者である日本最大級の品揃えを誇るマジック・ザ・ギャザリング専門店ハレルヤの斉藤智春社長も自身の YouTube チャンネルで騒動について言及し、賭けポーカーに関する報告と謝罪の動画ですと語り、この度は誠に申し訳ございませんと叫ぶように謝罪の言葉を述べ、深々と頭を下げました。昨年の秋頃から10回以上にわたってお金をかけて遊んでしまいましたと事実を認め、非常に軽率な行動だったと反省しておりますと語りました。流出した LINE の画像には20人以上の経営者と見られる人物の名前が記されており、ネット上ではさらなる追及が始まっており、賭けポーカーをしている様子の写真まで出回っていますので、言い逃れは不可能でしょう。ネットに出回っております数々の画像や記事を読ませていただきましたが、名だたる経営者メンバーとすごい額のやり取りがされており少し驚きました。ポーカーの方は何十万円という画像でしたが、賭け麻雀という画像にはマイナス2億と書いた写真が写っていました。まだ色々と出てきそうな今回の騒動ではありますが、要するに項目にでも触れましたように、ギャンブルはどんな人でもする、このような虎側で出演されているような成功者でもやっていたわけですし、10回以上遊んだという報道がある通り、やっぱりこのメンバーたちも皆違法ギャンブルにハマってしまっていたんでしょう。このニュースとともに各社長や YouTuber の方の感想枠リクエストが来ていましたが、またそちらはリクエストが多く来ましたら動画を作ってもいいかなと考えております。それでは次の項目です。項目4、ギャンブル依存症チェックリストです。この項目ではギャンブルをやる人が依存症かどうかのチェックをします。本日使用するのは、実際にギャンブル依存症かどうかは精神科などで確認するために実際使われているチェックシートです。ギャンブルをされない方にはそもそもが当てはまらない診断ではありますが、ギャンブルを少しでもやる方はぜひ一度やってみてください。ギャンブル依存症でないことを祈ります。次の20問のうち当てはまった問いに丸をつけてください。ペンと紙もしくはスマホなどのチェックできるものをご用意ください。はい、準備できましたでしょうか。いつものように僕はここでワイプに移動します。それではギャンブル依存症自己診断チェック20スタートです。1番、ギャンブルが原因で仕事や学業がおろそかになる。2番、ギャンブルのために家族が不幸になる。3番、ギャンブルのためにあなたの評判が悪くなる。4番、ギャンブルした後で自責の念を感じる。5番、借金の支払いや金の困っている時にギャンブルをする。6番、ギャンブルのために意欲が能率が落ちる。7番、負けた後ですぐに負けを取り戻さなければと思う。8番、勝った後ですぐにもっと勝ちたいと強く感じる。9番、一文なしになるまでギャンブルをする。10番、ギャンブルのために借金する。はい、半分きました。折り返しです。では後半いきます。
11番ギャンブルのために自分や家族のものを売る。12番支払いのためにギャンブルの元手を使うのを渋る。13番ギャンブルのために家族の幸せを試みないようになる。14番予定より長くギャンブルをしてしまう。15番悩みやトラブルから逃れようとしてギャンブルをする。16番ギャンブルのために法律に触れることをしたまたはしようと考える。17番ギャンブルのために不眠になる。18番口論や失望欲求不満のためにギャンブルをしたいという衝動に駆られる。19番良いことがあると2、3時間ギャンブルで祝おうという欲求が起きる。はい、ラストです。20番ギャンブルが原因で自殺を考えるです。はい、お疲れ様でした。なかなかいかつい問題でしたね。全くギャンブルをしない人にはそんなやついるかよとモニター越しに突っ込んだでしょうが、むしろ僕なんかからすると全項目読みながら実際に人物の顔とエピソードが頭をよぎり、問題を発表しながら笑いそうになりました。特に9、一文無しになるまでギャンブルをするなんて20年くらい前の僕の友人は、本当にお金を使い切ってパチンコ屋からの帰り、2、3駅歩いてお家まで帰っていました。11番ギャンブルのために自分や家族のものを売るは、友人のお兄さんがパチンコのお金を作るために友人のセガサターン本体とゲーム一式を勝手に売ってバチバチの兄弟喧嘩になっていました。項目20個、どれも実際にある話ですからね。やらない人からしますと、まさかと感じる問題かもしれませんが。それでは、ギャンブル依存症自己診断チェックの発表していきます。4段階に分かれています。丸の数が0個もしくは1個だった人、こちらは一切ギャンブル依存症ではありませんし、全く心配もございません。安心ゾーンでございます。素晴らしい。それでは次に行きましょう。丸の数が2個以上4個以下だった人、実はこの個数ですら大丈夫とは言えずにギャンブルにのめり込みかけている可能性があると診断されます。今までのチェックリストと違い、このギャンブル依存症自己診断チェック20はちょっと厳しめに作られております。はい、次行きます。丸の数が5個以上7個以下だった人、つまりは5、6、7個だった人はもうすでにギャンブル依存症である可能性が高いです。金銭問題が深刻になりそうだったり、ギャンブル以外のことに興味を持てなくなっていたりするのであれば、家族や親しい方と真剣に現状の問題を話し合い、適切な治療や心理的支援を受けることをお勧めします。次、丸の数が8個以上だった人、はい、実はこれが最後です。8個以上の人は全員一緒の診断でして、深刻なギャンブル依存症の状況である可能性が高く、多重債務の借金問題に発展することや家族間の信頼関係、経済生活の破綻などが懸念されます。自分自身が依存症の状態にあることを自覚するとともに、適切な治療や心理的支援を受けることが必要でしょう。ということで、なかなか厳格な診断チェックリストでございました。今これを視聴してくれている方の中でも、たまにパチンコや競馬行くくらいだから大丈夫大丈夫と余裕をぶっこいた人でも、自分の今の状況をきちんと把握できたのではないでしょうか。別に脅すつもりも不安商法を仕掛けるつもりもありませんが、自分を知るということはギャンブル依存症関係なく大事ですから、強がらずに受け入れてください。今日の動画を見ていただいてもうお分かりかと存じますが、まず第一にギャンブルはほどほどにすること、たまーにやちょっとだけ気晴らしに、お金もそんなに使わないくらいでしたらまだ趣味の一つとしてやってもいいかもしれません。そして第二に非合法ギャンブルはやらないこと、当たり前のことですが、多くの大人が賭け麻雀や賭けポーカーを今日紹介しました社長らのようにやっているでしょう。他の人もやっているから自分もやっても OK ではなく、ちょっとした遊びからとんでもない事態を引き起こしてしまいます。令和の虎の方たちも今までは立派な成功者で威張っていたかもしれませんが、ほんの出来心の違法賭博で今後この先どうなるかはまだまだ分かりませんからね。おおよそ大昔から言われてきた常識的な言葉かもしれませんが、博打、酒、色は節度を守ってやってくださいませ。一時の娯楽で一生棒に振るのは悔やんでも悔やみきれないでしょう。というわけで本日はギャンブル依存症について解説させていただきました。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムでやっております。配信アーカイブは占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルをご覧ください。傷公開は詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を募集しており、 Twitter ではチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に週1質問コーナーをやっています。動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。